おーす、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 まだ全員飽きやけど、いや、まあ、ほんとね今日ちょっと、はい、おでんになりますね、はい、コンビニの、はい、コンビニでおでん飲み会しようぜっていうことになって、はい、やっぱおでんって言ったら冬の寒い公園で食ったらより美味しいみたいな、あ、そうか、すごい、すごい、で、今ちょっと体冷やしてるってこと、あ、そうか、そうか、やばい、そうっすね、うん、冷えてきた体、だいぶ冷えました早くしてくれよ、凍りますね、じゃあもう、ひげが1ヶ月剃ってなくてそれで凍えたらもう、ただの登山家やで、ね、そうか、そうか、基本お笑いライブないと剃らないんで、もうあ、そうだ、じゃあ1ヶ月芸人活動なしってこと、あ、どうせ、芸人活動なかったっすね、もうやのに、YouTube の収益だけお支払いして、あ、そうだ、YouTube だね、そうそう、いや、でもまあ、彼女の P 様にこれいい感じって言われてるんで、そうそう、あ、そうなんや、なんか汚い顔で乳首舐めてほしいって笑ってまうから閉まってて、あ、危ないな、これ、じゃあ、食うか、食いましょうか、ちょっと、これがローソン、ローソン、それセブン、うわ、ファミマ、ファミマ、おー、はい、うわ、あ、ないな、ちょっと待って、ない、いや、ありますわなんか監視カメラで撮れた生物みたいになってるあ、うまそう、おー、すげえ、おー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 、よしはい、これでコンビニごとの食べ比べができなくなりました、いや、別にええねんけど、そんな線でいいね、おでんや、 おでんですね、いや、楽しいですね、体も冷えてきてるし、いや、ほんとにね、ガブスくん、この前動画でつむじがでかなってるみたいなもんですね、あ、ここですか、うん、嘘、まだまだまだですか、いや、ちょっとやばいね、やばいでしょ、おやばい、おー、来てるね、これもうやばいっすか、ほんと、いや、どうなの、いや、もうこれもうハゲたら終わりだよ、もうすべて終わりですよ、もうそうハゲたら全部終わりっす、ハゲたぐらいで全部終わってまうんや、いや、もう終わりですね、人生終わりますわ、ちょっと次大丈夫かな、ああ、ほんまやな、そうなんですよ、これちょっと怖いな、これちょっとなんか一個ずつなんか食いや、傘減るやろ、ああ、こ、こういうやつ、ああ、うまい、美味しい、温まってる、いや、そんなにあ、これあ、あ、うまい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 、美味しい、あ、うまい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 、うまそうやな、うまい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 、あぶねえ、あぶねえ、でかいのいかないと、それでかいのいかんと、こう、これ、うっか、うん、うまっ、いや、そっか、その白のターゲットにしてるけど、あー、これ、あ、やらら、白で、うっか、うっか、うっか、どう、うん、あ、うまっ、うまっ、頭でいらんちゃん、体、全然頭まんないですね、うっか、あ、ちょっと、ナイスだ、うっか、ゴーボー全部落ちたんじゃん、ウィンナーでしょ、あ、ウィンナーなんかヤバくなってる。何これ。あ、ダメ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 。あ、近くかいんだ。やばい。もうええで。やめて、やめて。大丈夫か。はい。お酒ちょっと。はい。まあ、おでんといえばね、お酒と一緒に。嫌いなんで、これちょっと。いや、ちょっと待って。今2日目なんで、またちょっと8時間飲んできたえ、そうなん、六本木でちょっと8時間はい、誰と、あのゲーム配信者のなんか会員制のドア連れてってくれまして、あ、8時間ちょっと飲んでで、驚いたのがなんか3択あったんですけど、うん、2択ともその怪物のチャンネル見てる人がいて、へぇ、写真撮ってくださいって言って、おぉ、あ、売れてきたなってよかったな、あ、おじさんでしょ、どうせ、え、若い、ほんとに、ね、その言い方、え、それ、写真、何人かいま
して、うん、男性の店員さんとかも一緒に飲んで、はい、うん、でもなんか女の人もいたって言ってたよ。あ、それちょっといやダメだよ、そんなダメだよ、それちょっと、あ、すいません、ちょっとそれまでちょっと、そんなよ、ちょっとダメだ、それダメだ、ダメだよ、それダメだ、いや、なんかラウンドガールいたいた、ダメだ、めちゃめちゃエロい女おるやん。何ラウンドガールって？雷神のラウンドガールです。おぉ、まあ、でも他のタグにちょっと言いましたので嘘つくよ、いや、他のタグにちょっと、いや、ちょっと、いや、ちょっと、いや、他のタグに分かれる早くこれマジで、ちょっと、ちょっと、たまたまその店におったってこと？あ、たまたま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 呼んだんですよ。いや、違う、たまたま行ったんだ、たまたま行ったんだ、たまたま行ったんだ、ちょ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 、え、別にドイちゃんが飲んだわけじゃないやろ。あ、自分が飲んだわけじゃない。それ一緒に飲んでる人が勝手に連れてきたみたいなことじゃないやろ。あ、まあ、そうそうなんですけど、まあ、ピン様にちょっと、はい、女の子がゼロだよっつって言っちゃってたんで。あ、そう、ね、あ、もう、すごいな、めっちゃ可愛いやろ、そんな。いや、よかったですね、ちょっと、うん、めちゃくちゃ美人で。へぇ、どっちよりは。いや、まあ、いや、それはこのピン様が一番タイプしか、ないか、嘘つくな。いや、驚きだった。そんなわけないだろ。いや、ほんとに、ちょっと、失礼です。それ失礼や。そういうことや。おー、構えて、おーっす、あー、これちょっと今、うん、おー、どうじゃ、おいしい、おー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 、気になる、なんか泣きそうになるな、これなんで？いや、熱すぎて。熱すぎて。卵がぶっ壊れて。ああ。うか。ちょっともう服着て。いや、このままでいいや。あ、そうなん。あ、もうこのままでいいや。このままでいい。ああ。ちょっ。おお。なめんなきゃ戻すなよ。あ、そういえばカウ君ブレイキングダウン応募しなかった？応募したんですよ。シャドーボクシングちょっとやってみて。なんだお前、おお、はい、オッケー、はい、これいけるな、本戦でもフィジカルで言うとだいぶ有利やな。そうですね、体は恵まれてますけどリーチもありましたからね。ドイちゃんブレイキングダウン結構見てんだよ。あ、僕も見てます、見てます。一時期見すぎてなんかイメージに朝倉未来さん出るぐらい目つぶるために朝倉未来さん出てる見すぎて。あ、そうだね。あ、結構好きなんで、めっちゃ嬉しいです。受け、受け、受ければいや、ちょっと、怖いね、ちょっと、差し歯とか言ってたから。あ、そうか、差し歯取れてたな。あ、取れてました。あれ、入れるのどれがかかんの？あ、でも入れてたら200円ぐらいで。あ、そうなんや。はい。でもなんか、すぐ取れるよって言われた。あ、そうです。え、どういうこと、どういうこと、なんかその、ネックの部分がなんか折れてるみたいだして、前も多分折れてるのに無理やりこう入れられてたよね。あー、あー、なんでもすぐ取れるよっつって。あー、あー、だからちょっと無理気になるのはちょっと思いますね。どうして、そのハンバーグじゃなくて、あ、もう、もう、なんか食いかだけですから。あ、全然食って、気分ちゃくて、いや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 、いやいやいや、全然食って、いやいやいや、やっぱ気づく、あ、着物が食ったって。いや、大丈夫でしょ。猿がかじったみかんのやつだ。もしよかったら誰指名すんのかですか。僕ですか。なんか誰と戦いたいですかみたいなあるやん。 TK の木下さんとかね、ちょっとやりたいなと思うんですけど。え、木下っておんの。え、いたら決意表明はしてるみたいな。へえ。だからもういたらぶっ飛ばしたいなと思って。盛り上がらなそうやな、そのカード。あ、本当ですか。そう、ウイちゃん的に誰が、誰がいいかな。ポーランドの資格さんって人がいいんですけど、あ、身長187とか6とかあって、並みいる強豪全員ぶっ飛ばしてるんですボコボコに連れてほしい。あ、でも体格的には釣り合ってるよな。いや、合ってるけど、そんなやつとやったら俺もう死ぬよ。だったら木下さんがいいな。
勝てそうな気がします、ね、うん、いや勝てるでしょ。でもあの人もなんかパワータイプじゃない。いや結局ペットボトルでこう使ってるあれリングでやったわけじゃないからだね。あ、どうこ。ちょっとグーだ。あ、汚いんですけど、ちょっと刺激汚すぎてもう。興奮するって言われてない。こんなやつ見てられない。人の汚さをゲームで指摘してたけど。ちょっと汚すぎるんですよね。仕事してんでしょだって。あ、仕事、あ、見失う。え、コールセンターやろ。あ、コールセンターだ。あ、じゃああんま関係ないんか。関係ない、関係ない。え、ドイちゃんコールセンターってさ、今更やけどさ、はい、できんの。あ、できます、できます。なんか何言ってるかわかんないから上司に変われって言うよ。あ、って言われてんねや。はい。じゃあできてないやん。え、ちょっとさ、電話ガチャって受けてさ、一口やってみてくれへん。あ、いいよ、いいよ、あ、どうも、あ、はい、あの、土曜受け止まります。あ、はい、お願いします。もうあかんやん。自分の名前2回噛んだらあかんやん。あ、いや、2回。あかん、あかん。昇進とかしてんの？あ、意外とでもなんか昇進しましたね、なんか。へぇ。なんか一応なんかこのメールつくのがこれ早いみたいな。あ、そうなの。メールタイムもするんですけど、こうやって、これ、これ早いみたいで。おぉ。メールで活躍してんねや。あ、そうそう。あと電話出まくって、とりあえず。人数が全然少ないんで、出まくる。ああ。人数分よりどんどん入ってくるんで、出まくって。その、あ、回線が待ってる。なんですぐ終わったらもうすぐ出まくって。そういうことやってたら、結構いい感じでした。あ、そうだね。ああ。ただ何言ってるか分かんないけど。まあ、何言ってるか分からんぐらいは、大した問題じゃないかな。追加する？ローソンのやつあるやつ。あ、まだあるんですね。まだあるのか。おお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 。あ、でも昔自分家でもなんかおでん販売してましたからね。なんか酒屋だったんですけど、おでんとかも販売してて。ああ、そうなんや。ああ、実家で。ああ、実家で。うん。はい、容器買う金ももったいないんですけど、ビニール袋にこうやってパッと入れて。一回コンビニになってからか、酒屋また戻った感じなんで。あ、そう。一回なんか NPM っていうのになってました。おお。はい。10年で契約切れたんだよ、酒屋みたいな。え、10年も NPM やってた。あ、そう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 。お、すごいな、それ。そうそう、それでコンビニの息子みたい。10年間コンビニの息子みたいな。お父さんがオーナーってこと？親父は紐なんで、はい。母親のお父さんが一応社長さん、社長みたいな。はい。まあ、フランチャイズですけど、はい。フランチャイズのコンビニってなんか大変って聞くよな。いや、大変だ、大変ですもん。廃棄が直で赤字なんだよ。あ、そう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 、なんかはい。目の前にスーパーできて一瞬で終わったよ。ぶち殺されてる。赤字、大赤字。最悪やな、それ。最悪です。目の前にめっちゃでかい、なんかゴルフ場だったんですけど、そこ潰れてるのがいきなりスーパーの。で、しかもそのゴルフ場から逃げてきたネズミがうちにこうやって出て始めて。おお。ネズミが大量発生してた。ああ。食い潰した。親父とかがもうネズミ拳でこうやって殴り殺してた。ネズミ退治をなんか生きがいみたいにしてまして、ネズミどこにいるみたいなって見つかった場合ぶん殴ってこう。ああ本当に。いや逃げるやろ。こういう罠のとこにハマったネズミとかをこうやってぶん殴って、うん、ああこうやって。え、お父さんもう専業それ。あ、専業ほぼそんなことでないから。ネズミ殺す業。笑っていいかこれ。でもまあ母親の方が圧倒的に多分100倍ぐらい稼いだ。外資系の超キャリアウーマン。もうはい、外資系のキャリアウーマンで。もうそれさ、どうやって出会ったんそれは。もともとなんかお二人ともなんか音楽が好きで、なんか父は結構あのミュージシャンとかも漫画家とか目指してて。おでそれで聞いた。ちょっと待って、ミュージシャンと漫画家目指してた。いや、悪たか悪たか。まあ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 、同じバイト先で会いまして、母親がその父親に一目惚れしまして。でもその時なんか藤井フミヤさんに似てたらしくて、イケメン僕だったらしいんで、もうちょっと変な混ざり方してこんな話してた。藤井フミヤが良かったっすね。お腹いっぱいして。じゃあ、すくん、彼女は順調？順調っすね。順調は、まあそうっすね。ちょっと危なかったっす。え？危ねえんだよね、ほんと。
え、なに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 、そうね、メンズエステが引きずっちゃって。あ、そうな、え、なんでじゃあうなずいてんの。いや、さっき目撃したんですよ。電話してる時にちょうど来て、おう、まあ、自分もその怪物の彼女とちょっと会話したんですけど、クリスマス会わないって感じになってまして。え、おう、もうやめてくれよ。本当に好きなんですよ。ダメなんだって、俺あの子じゃない。あのメンズエステのどこでアウトだった。もうね、あれでもう見たくないって。だからもうメンズエステなんで行ったのかなと思っちゃって。あんなことされてないんだよ、本当。もうされてましたけど。いや、おい、言ってくれよ、お前。この感性、お前、ちょっと。お前、そういうこと言うなよ、お前。俺、別れたくないよ。別れたら、俺、もう全部ぶっ壊すよ。この世の全てを。じゃあ、どうした、酒うまい。いや、お前、これ。いつもになりますね。いや、ランドガールになってるからね、本当に。いや、ちょっとランドガール、ちょっと待って。いや、ランドガール。ランドガール、本当にマジで、やばいですよ、カットで。いやいや、しないで。もしか、ピー様になんとか見えないような。おい、そうして、そうして。次システムを作ってもらっていいですか。いや、お前が作るんですよ。ちょっと本当に、男だけってことになってるね、ちょっと。どうにかして見せんときいいよ、この動画を。いや、もう、なんだかどうにかして。だからその、彼女の携帯の YouTube の操作して、かよすくんまずチャンネル登録外すやん。あ、で、このチャンネルをおすすめに表示しないっていうボタンがあるから、それを押したら、彼女の YouTube にかよすくんの動画出てこなくなるよ。そうなんとか暗証番号突破して、ちょっと、はい、なんか自衛隊の友達が小麦越えてかけて暗証番号分かったっていう。何なんか嫁のなんか携帯の暗証番号分かるために小麦かけて、指紋がここで浮き出たところをこうやってやって、あ、小麦粉小麦粉かけて、はい、指紋みたいなこうやって暴れ出して、こうやっていっぱいこう重なってるところが暗証番号のところだったって。その人は暗証番号突破して何がしたかったの。あ、その嫁さんがちょっと不倫してましたね。ああ、そうなんだ。証拠をつかむようにこうやって。クリスマスなんだ、どうしよう。どうすんの。いや、ほんとどうしようさ。いや、無理だって俺もう、この人、あの人しかいないよ、ほんと。名前も決めてるの、娘の。何やったっけ。乙葉ちゃんですね。うん、せっかく決めてるのに。米村乙葉。はい。もう、全国に名前知り渡ったけど大丈夫。ちょっとね、マジマジ。そんぐらいの人だったんですよ、本当に。一つの動画で負けたくないですよ。愛の力そんなもんじゃないって。正式に別れようとは言われてんの。いや、なんかちょっと無理かもって言われました。うん。言われてました。で、なんか。これはダメパターンだ。そんなお前に言い返してるよ、本当に。どういうデータからすると。なんで一つの動画で、ちょっと乳首舐められたって。違うんだって。もっといろいろありましたよ。やられてないんだ。股間触られたりはしましたけど。アナロに指突っ込まれてたやん。いや、まあ、そう突っ込まれたけど、全然そんなのじゃないですよ。いや、突っ込まさんこともできたやん。ああ、そうか。その、ケツ穴してみたけど。いやそれが浮気なんじゃない。もっとケツ穴を締めとけば、指なんか入らなかったのに。そんな。ケツを締めへんかったってことは、それはもう許したってことでしょっていう。ああ、受け入れたみたいな。ああ。いや、違う、そういうわけじゃないんだよ。いや、俺でも、もっと彼女にはやってんだな。彼女の。はい。やっちゃった。ちょっと、前からちょっと願望がありまして。でも、そんぐらいのことをしてるんですよ。ケツに突っ込まれる以上ですよ。もう、それって。でも、そんぐらいのことしてるんでね。許してほしいな。関係ないよ。予定開けてたのにね、クリスマス。いや、もうちょっとだったんですよ。何、もうちょっと、もうちょっとでゴールイン行けちゃったかなと思ってた。あ、結婚、うん、メンズエステ。いや、本当に嫌だよ。もうメンズエステクソのやりたくなかった。嘘つけよ。いや、嘘つくね。本当に逃すわけにいかない。あとおばさんとかしか来ないんだから。怖いこと言う、怖いこと言うてる、怖いこと言うてるで。ちょっと待って。いやいや、ダメだ。名前決めてんだよ、もう。男の子の名前。男の子はサスケにしようかな。なんとかして。まあ、覚えなかったってこと。ラウンドガールあってんだから。いや、ラウンドガールちょっとダメですよ、こいつやばいっすよ、ラウンドガールあってんだね。ラウンドガールは本当ダメですよ。ダメ、言うよ、俺は言うよ。俺はもう、ラインしてるから、彼女の。ちょっと待って、ちょっと。言いますよ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。やばいよ。え、ダイレクトで？ダイレクト。ダイレクト。違うぞ。絶対ダメ、絶対ダメ。